皆さんこんにちは。タコについてはまだ解明されていないことが多くあります。現代の多くの科学者が驚いたことに、タコはとてもよく発達した知性を持っていて、それがどの程度なのかはまだ分かっていません。この物語はエジプトの紅海沿岸のリゾートソマベイで休暇を過ごしていた夫婦に起こりました。その日も二人はソマベイのビーチを訪れました。散歩中に砂浜に打ち上げられたタコを見つけました。このような状況では外部の助けがなければ海洋生物は近いうちに死んでしまいます。しかし幸いなことに、そうしたことを理解し、このタコを憐れむ気持ちを持った人々がタコの存在に気づいたのです。おそらく他の多くの人々が同じ状況になるとスマホを取り出し写真を撮り始めるでしょう。しかしこの男性はすぐにプラスチックのカップにタコを入れて海に放しました。最初タコは動かなかったので手遅れだったかと心配しました。しかし数分後、タコは意識を取り戻し、精一杯その美しい触手を四方八方に広げて泳ぎ始めました。もしも私たちが人間を助けると、ほとんどの場合当然お礼として感謝の言葉を受け取ります。しかし残念なことに、動物たちは言葉を話すことができません。ここでは少し信じがたいことが起きました。タコは急いで海の中に姿を消したのではなく、一旦助けてくれた男性のもとに戻ったのです。しばらくの間、触手の一つで彼の足に触れ、それから遠くの海へと帰りました。さて皆さんは、タコの脳は無脊椎動物の中で最も発達しており、皮質さえ持っているということをご存知でしょうか。脊椎動物の神経系は一箇所に集中していますが、タコの神経細胞は分散型で、その3分の2は8本の触手に分布しています。そして最近科学者たちが明らかにしたところによると、これらの神経細胞は脳の判断なしで独自の決定を下すことができるということです。タコは他の等速類イカやコウイカと並び、私たちの惑星に住む最も奇妙で不思議な生物の一つです。この姿を見てください。まるで他の惑星から来た生物のようではないですか。タコの体は楕円形で、そこには一つ口の穴が開いていて、その周囲からは触手が伸びています。そして喉には食べ物を細かくするおろし金状の歯舌があります。タコは触覚だけでなく、視力や長期短期の記憶力にも優れており、学習もします。タコの中には道具を使いこなすものもいます。例えば自然の中でタコが自分の住処の入り口に石を置いて身を守る様子や、ココナッツの殻を使って一時的な避難所とする様子も繰り返し観察されています。これはインドネシア沖の海底に住むメジロダコで、ココナッツの実の殻を探し携帯用の鎧として利用することで有名です。メジロダコが移動する様子はなかなかの見物です。鎧とする2枚の殻を持って移動するのは大変なので、タコは2枚をきちんと重ね、その後柔らかい体を重ねた殻の中に入れ込みます。長い触手を外に出して海底を押すことで、タコはそれなりの長距離を移動することができ、気に入った場所まで来たら半分砂に埋まって丈夫な2枚の殻の間に収まり、まるで貝のようになります。水族館では時々タコが遊ぶ様子が観察されています。タコの中には攻撃的なもの、好奇心旺盛なものが存在し、個々の性格を持っていると考えられています。また他のタコがしていることを見て学習することも分かっています。さらに特別な練習をしなくても、一旦習得したことは何日も覚えていることも明らかになっています。時にはこのタコたちの脳内では個々の人間に対する考えが形成されることもあります。つまり特定の人物を気に入ったり逆に嫌ったりするのです。オリオンマガジン誌の中でサイモン・ゴメリ氏が水族館で飼育されているトルーマンというタコについて次のように書いています。トルーマンはあるスタッフの女性が好きではありませんでした。何かにつけタコが水中での移動に使う
あの強い水流を彼女に吹きつけていました。その後、彼女は勉強のために水族館での仕事を辞めました。しかし、数ヶ月ぶりに彼女が水族館を訪ねると、それまでに誰にも水を吹きかけていなかったトルーマンが、再び彼女の全身に水を浴びせたのです。霊長類、イルカ、ゾウ、オウムなど、賢いと言われる動物たちは何十年も生きることができます。しかし、頭足類の生物は、交配を除けば、同じ種の仲間と交流を持つことは全くなく、平均寿命もとても短いのです。さて、ここでタコについていくつかの興味深い事実をご紹介します。タコには心臓が3つあります。メインの心臓は体全体に青い血液を送り、他の2つはエラ心臓と呼ばれ、エラを通して血液を送り出します。タコの体内では鉄を含むヘモグロビンではなく、銅を含むヘモシアミンというタンパク質が酸素を運んでいるため、血液は青い色をしています。タコには骨がありません。つまり、大きなタコであっても、甲殻ほどの小さな穴をするりと通り抜けることができるのです。また、タコは 0.03 秒未満の間に体の色を変化させることもできます。さらに、体の色だけでなく、皮膚表面の質感を変えることもできます。タコには目だけでなく皮膚にも感光性タンパク質があります。これはタコの皮膚が目や脳からの情報なしに光を見て反応できることを意味します。このように不思議だらけの生き物のタコですが、体のサイズも実に様々です。世界最大のタコは太平洋北部に生息する水ダコで、体重は最大 15kg、 触手の長さは4メートル以上にもなります。他の種類のタコと同様、3つの心臓と9つの脳を持っています。世界最小のタコは小粒花ダコで、体長は約 2.5cm、 重さは 1g 未満です。タコは瓶の蓋をねじって開けることのできる唯一の海洋生物です。今回はここまでです。皆さんはタコについてどんな考えをお持ちでしょうか。もしかして本当に地球外から来た生物なのでしょうか。